たい。はい、めいくんです。今回はね、なんちゃってメタルビルドマイティストライクフリーダムガンダムを作ってみました。作ってみましたって、ニコイチにしただけなんですけどね。超合金のプラウドディフェンダーをモリモリのメタルビルドのストライクフリーダムとエンゲージしました。もうね、従属しなさいって感じですね。はい、ということで降臨です。メタルビルドマイティストライクフリーダムガンダムなバカなって感じですけどね。はい、超合金の、プラウドディフェンダーですけど、メタルビルドのストライクフリーダムにまあうまいこと合体しますね。はい、無理やりエンゲージするにはね、メタルビルドのストロフリのハイブのマウントとプラウドディフェンダーの接続を割り箸でダゴを切り出して、受けと受けにくっつけますと。割とね、すっきり取り付けられますね。かなり惜しい作りになってるんで、本当もうちょっとお互いが歩み寄ればね、くっつくんですけどね。まあ、実際のメタルビルドが販売されたらどんなデザインになるか本当楽しみですね。というわけで、エンゲージした後の余ったパーツを使って超合金ストフリ錦を作ってみました。こっちもね、接続がちょっと惜しいんですよね。こちらは超合金のハイブのスラスターを超強引にね、外します。まあ、はまってるだけなんで、オープナーとか使えば簡単に分離できますね。はい、で取り外してできた接続穴にそのままメタルビルドのドラグーンシステムを、こちらもエンゲージと。まあ、紙1枚分ぐらいね、大きさが若干違うので、紙1枚挟んでうまいことくっつけます。思ったよりしっかり接続できるので、欲張って光の翼くっつけてみようと思います。まあ、光の翼はね、ディスニーより簡単に取り付けられていいですよね。で特にね、接続用のパーツとかもないんで、もう簡単接続。しかしね、結構重量があるんですこれね。はい、果たしてね、ちゃんと支えきれるかどうかですね。結構ね、接続部分が怪しいんですよね。もしかして光の翼よりドラグーンの方が軽かったかなと思うんですけど、まあとりあえず光の翼の方が派手なんで、まずはこっちで取り付けしてみようと思います。はい、ちゃんと接続できるかな。よいしょ、ついたかな。おお、つきましたね。よくこんな重いものさせられるな、支えられるな。まあいいんじゃないですかね。はい、どうでしょう。これぞまさに完成ストライクフリーダムガンダム錦ですね。こちらも正真正銘錦ですね。はい、いやー、なかなかいいんじゃないですか。派手派手ですね。うん、まあ、長方形にね、メタルビルドの羽はなんとなくね、羽だけ派手な感じがするんですけどね。まあ、それじゃね、じっくり見てみたいと思います。まあ、メタルビルドのね、ストライク、マイティストライクフリーダムね、出たらこんな感じなのかなっていう感じですけどね。まあ、錦と通常のストライクフリーダムだと、まあ、肩とかね、手の甲とか、あとはハイブ、あとレールガンのあたりがちょっと違いますけどね。まあ、大体こんな感じじゃないですかね。で、こっち、超合金の方はね、まあ、超合金でストフリが出るんだったらこんな感じっていう感じですよね。まあ、羽だけがちょっと派手派手ですけどね。はい、まあ、いい感じじゃないですか。ということでね、デスティニーも加えてみます。はい、でマイティストライクフリーダムガンダムだけね、加色がないんでちょっと寂しいですね。まあ、メタルビルドで発売されたら、まあ、こんな感じっていう感じでね、並べてみますけど、まあきっとこれを超えるでしょうね。発売が非常に楽しみです。来年ぐらいですかね。はい、まあ、ということでね、はい、しばらくはこのまんまで飾ってみたいと思います。いい感じじゃないですかね、なかなかね。はい、プラウドディフェンダーの金色のパーツはね、電気に当てるとね、すごくかっこよく見えますよね。もうピッカピカですからね、いいんじゃないですかね。はい、まあ、メタルロボットにはエフェクトパーツあるらしいんでね、こっちもメタルビルドもきっとなんかつくでしょうね。はい、それじゃあまたね。バイバーイ。